配信1本でそのニコニコ生放送を使って食ってる人がいるかってことですかうんあでも多分女性配信者みんなそうじゃないですかね。か多分男性はなんだかんだ結構もがいて消えていく人多いですけど女性の人大体おっぱい出すお飯食えるじゃないですか。<laughs> 確かにね。それで女性はどの配信プラットフォームでもとりあえずチラッとしてればなんとかなる <laughs> のいやその中でもニコ生の,その女性配信者の人たちって本当にすごくて多分ひろゆきさん知ってるかどうか分かんないですけど耳ニめメ5点って知ってます,お知らんす あの、女性配信者が耳を舐めるような音を、こう、クチ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 音を出して、それをこう、見る男性の人たちがたくさんいて、そのお金で家を建てたっていう耳舐め古典ってあるんですよ。すげえ、家建つんだ。はい、そのレベルでもう収入がすごく大きいんで。へえ、ね、男性はやっぱり中津飛ばずの人多いですけど、女性の人はもう本当に、男性の何倍も何倍も。家建つんだ。すごいですよ、だから。はい。 そっかえ ASMR って他の配信プラットフォームってあんまりないのあツイキャスとかもあるんですけど規制がかかっちゃってできなくなっちゃったんですよ、うん、ああでニコニコは規制が緩いとなんか直接的に耳をなめてはいけないだから耳をなめている音は出しているんだけれども耳をなめているわけじゃないよっていうふうになんかそのパチンコの算定方式みたいな感じでうまいことやってやってるんですよそうそうだね他のプラットフォームって耳なめちゃいけないの 耳、なめちゃいけないんですよ。<え>意外と舐めな<え>舐めちゃいけないところが多いんですよ。あそうなの体の部位の,その耳はだめだけど、肘はいいとか、そういうことなのいや、でも肘もだめです。その、なめるっていうことよりかは、なめることがこうこう性的なものをイメージさせるっていうのがだめなんですよ。えでも、普通にアイス食ってるとこないアイスも、だからそれがエロ要素が強かったりとか、その見てる視聴者の大半がそれがエロだと思ったら結構厳しかったりしますよ、音とかでも。あそうなんだ。そうです、イメージなんですよ。 でもニコニコは音だけに関しては OK とそうですね、そのエロとかは強いですね、なんでいまだに多分男性配信者の人は多分上半身裸でも大丈夫ですけど、うん、その代わりにニコニコは警察型が厳しいんですよね。<laughs> 他厳しくないの <laughs> ツイキャスは警察は意外とセーフなんですよ。えっ、セーフなのまたまた警察がセーフってどういう基準故意、あのー、にその警察を呼び込むような配信をしてしまうと。 うんうん、アウトなんですけど例えばソフト配信してても、うん、例えば職務質問とか受けるじゃないですかそういったものは多分流しても平気なんですよあえ警察官の顔とか流しちゃダメだよねみたいなのないんだあ多分顔とかはやっぱりその問題あるかもしれないですけど例えば会話内容とか例えば自分の身を守るために放送するとかだと意外となんかそういうのが通ったりするんですよねへえあニコニコは逆にその、はい、耳の音はいいけど警察官の声はダメなんだ <laughs> だと思いいますはい <laughs> いろいろその配信サイトによって細かいルールというか、そういうものが違ったりするの面白いかなとは思うんですけど、ねうん、すげえ詳しいね、やっぱりそういうギリギリのライン。<laughs> 詳しくないと飯食えないですよ、<laughs> ある程度は。<laughs> そう、ばんになっちゃうんで、昔みたいにいろんなところで。でもその耳なめの人の、まあ、いるとして、それなに、うん、投げ銭払うの、はいな、なんで家立つのあの、ニコニコのユーザーチャンネルです。ああ、月かき。はい なんで YouTube でオープンにやって、その、際どくない普通の動画を上げたりとか、その自分の知名度を上げるための動画を上げて、その中からコアなファンをニコニコのユーザー、ユーザーチャンネルに引っ張る。そしてサブスクに引き込むっていう。あ,あ、じゃあメンタリスト DAIGO さんと同じビジネスモデルで。あ、そう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 ,そう,そう。ほんちょっと怪しい感じですもんね。そうか。同じビジネスモデルであんな賢くなくてもいいんだ。耳舐めるだけだって分か <laughs> <laughs> そうなんですよ。なんでもうむしろそっちの方が強いですね。 じゃあ YouTube はむしろ仮場でなんかソフトのやつをふわっと出しといて月額課金でちょっとこう、はい、自分のことを好きな人をこう引き込むっていうやり方ですね全然わかんないんだけどさその自分が好きな人の耳をなめてる音ってお金払っても聞きたいものなの、はい、えっヒさん耳なめられるの好きじゃないですかいやもう好きじゃない <laughs> それはまだもしかしたらあの発展途上の可能性ありますよねそのすどんどん回数を重ねればちょっと世界が開けるみたいな<あ>多分男性の人って<あ>はい はいはい、恥ずかしかったりするんで、そういう、なんですかね、V 的なところを責められるのがまだ苦手な人とかいると思うんですけど、だん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 それが開発されてくると、好きって人もいるんではあ、<う>まあ、その、はいせ、性癖的に好きは分かるんだけど、それを他人が舐めてる、舐められてる、しかも音って、はいはい、なんかほら、金払えば別にさ、アダルトビデオとか、無修繕のとか、いくらでも見れるじゃん。他人っていうよりかは、その配信者の人は、見てる人たちの耳を舐めてるっていう感じなんですよ。 なんでみんな、ここ、おのおのに自分の耳を舐めていただいているという、ふうに脳内で。耳がなめられるように <laughs> よ感じてるんだ <laughs> そうなんです。そうなんですよ。なんすよはあ、でもなんで皆ん、皆さん、器用なんです感触ないわけじゃんそれは結構立体音響で、あのマイク1台100万とか200万とかするんですよ。うん、ああ、あの、AZMR の高い、ね。そう,そうそうそう。なんで、かなりなんか立体的に聞こえます。僕も見たことあるんですけど、聞いたこともあるんですけど。 かなりなかアリリアティがあるんでいや1回ぐらい面白そうだなと思うけどさ、サブスクでさ、<ー>ずっと払い続けること,のことなのそこにやっぱエロが入ってくるんですよ。はあ<ー>。音だけだと開けちゃうんで、<あ>映像もちょっとつけるんですよ。は、うん、あ。顔から下とか、部分的なものを、まあ、フルには見せないですけど、見せて、一部の映像と音のイメージでミックスして、<ー>脳の中で気持ちよくなってるってそれは動あ配信,あ配,信配信もありますし、動画もあります。 はぁ、あ。<で>で配信だとさ、その、コメントで叩いて書いてる奴らはみんなキモいおっさんなわけじゃん。はいはいはい。そう、キモいおっさんたちでみんなで聞いてるよっていう構図でしかないんだけど、それは自分が舐められてる気に本当になれんの、はい、そこでは変、変なコメントっていうか荒れたりはしないですよ。みんな同じい、うんまあ、ファンだった、ね、んですよね。うん、そうです。すごく器用ですよ。だってコメントも書きつつ、頭も働かせ、 空いいてる片手の方はそうう行為に及ぶわけですごいテキニシャンの人たちが多いんで、たさん多分馬鹿にすると思いますけど、すごく効率的に皆さんやってますからね。こういう意味で。すごいね。じゃファンも結構優秀なんだ。マリネシアとやってんだ。ですよ、本当に。はぁ。え、それで家立つぐらい、そんな優秀なファンが集まるんだ。集まるんです、集まるんです。何万人とかじゃないですか、下手したら会員人数が。そんなにいるのそんなにいます。来場者数から、 推測するとそれぐらいはいますね。そうですね。ま、はあ <laughs> 自分の武器ってなんだろうってなると確かに明確には何なのかちょっと分かるんないです。教えてほしいです。ええー、でもそれなりに人数が集まるから別に普通に YouTube でやってそれなりに稼ごうと思ったら稼げちゃうんじゃないの？<laughs> いやその人数なんですけどやっぱ質の方が今大事なんですよ。でまあ千人見てるから五千人見てるから一万人見てるからいいよねとかじゃないんですよね。うん、例えば YouTube だとぶっちゃけ視聴者数じゃないですか。 チャンネル人数よりいかに再生されるかとか、いかに生放送を見てもらえるかってので、広告収入あると思うんですけど、うん、ツイキャスとかだと広告がついてないんで、<ー>でいくら同説があっても、誰もお茶枠、まあ、その有料アイテムを投げないとか、あのー、サブスクに入らないってなると、1円も発生しないですよね。えでも、ノリちゃんが YouTube でやってで、YouTube って配信すると、それがそのまま動画になるじゃないですか。はい。したら、足柄がそれ回してくれて、再生で広告動画ないてりしない、うん、いやー、YouTube ライブやんないです、僕は。なんで バンですすから <laughs> 大丈夫ですか YouTube でもなんかやらかしたの <laughs> いや、やらかしたわけではないですよ。自分的にはやらかしたとは思ってないですけど、その、本当に YouTube を始めた頃に、YouTube ライブをやってみようっていうので、うん、その、とある配信をやったんですよ。で、その配信が、うん、その、任天堂のマリオのゲームをやったんですよね。で、うん、マリオって、多分ほとんどの人が知ってると思うんですけど、 ラスボスってクッパじゃないですか。うん、あの悪いやつ、ピーチ姫,に姫を連れ去るクッパなんですけど、そのクッパとラスボスで戦うときに、もう死ねーとか言ったんですよ。もう絶対に許さねーとかって言ったら、うん、主人公僕マリオなんで、ほいほいクッパに対して物を言うっておかしくないじゃないですか。ですけど、まあまあ、そこの部分が引っかかって暴言やめてくれって言って、なんかフラッグだったんですよ。あ、それぐらいでの ?YouTube の運営さんから。 クッパに暴言吐くのやめてくれていや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  <laughs> どっちもなかわいそうでしょみたいなおかしいでしょクッパを倒すゲームなのに倒したくてゴッキーを荒げたらそこが引っかかってむしろこっちがクッパみたいな <laughs> 悪者だよなんでその時にもうちょっとビビっちゃって YouTube こうなんだ相当厳しいんだと。 なので、その後も雑談会とか何回もやったんですけど、まあ、相当言葉に気をつけてやってるんで、今日なんかもちょっと一応気をつけてしゃべってるんですけど、なので、そこの気使うのがすごいしんどくて、はいはいはい。はい、<ー>なので、まあ、ツイキャスっていうサイトを使って、ね、そこはわ、ま、り、あ、かしその発言の自由とか、芸能の自由があったりするんで、ツイキャスを便利に使ってるって感じですね。まあでも自由っていうより、はい、多分運営が見てないってだけじゃないのいや、たぶ忖度だと思います、僕は。 そうなんだ。もうはっきり言ってるんですけど、なんかおかしいですよ、自分だけが。あ他の人だとバンされるけど、ノリちゃんだけ大丈夫みたいな。そうです。1日だったりしますよ。あ、そうなのはい。他の人が1週間、1ヶ月が僕だけ24時間とかだったりするんで、でちょっと可愛がってもらえてるのかなっていう。あーへぇ、はい、手放したくもないんだ。優遇したくもないいや、そうですね。もう、今のそのツイキャス以上に自由に喋れるところないんで。へぇー。厳しいですね。 はい。他のサイトってどうなのなんか海外のサイトとかゲーム実況系のプラットフォームとかちょこちょこあるじゃん。TikTok もめちゃくちゃ厳しいですね。そうなんだ。TikTok はそもそもその車載って言って車を運転してる様子を生放送するのもだめなんですけどあそうなの車載てな運転し,していないのに車に乗ってもう停車してる状態で喋ってても警告が来たりとか。 とか、まあ、もちろんタバコ吸うのもダメだったりとか、居酒屋で配信してるのにアルコール飲むとダメだったりとか。あ、え、何アルコール飲んだ配信ダメなったもんね。<あ>やっぱ店員の方が多く見てるんで、居酒屋で配信してもアルコールはダメとかっていうので、<あ>かなり厳しいんですよ。ああ <laughs> 僕の動画 TikTok 上がってるの全部ダメじゃん。ダメだと思います。ライブとかやったらもう一発で結構来ると思いますよ。あ、そんな厳しいんだ。です。あともう、うん<ら>。配信者の煽り合いとかもダメです。まだ、あはい、はい、まだお金もらえないよね、TikTok って。 そもうもらえるようになったの ?TikTok も結構稼げるサイトなんですよ。広告ではないよね。広告ではないです。本当流星群のように流れ星のように、プわっとお金持ちのリスナーが入ってきて、ははいはい、遊びで投げていくんですよ。ドカンって。はいはいはい。だからみんなそれを待ちわびて夜空を眺めてるんですよ。うん、配信しながら。<laughs> 基本的にはじゃあ、金持ちが流れてくるっていうのを待つっていう投げるあそんですね。 あじゃあその配信だけでなんとなくお金入るよねっていう感じでやってるのってもうそんなないんだ、うん、YouTube ぐらいそうですね。